カブすき焼きチャンネル。はい、どうもカブすき焼きチャンネルです。今回の動画はこちら。育成ドラフト2ルーキー佐藤選手がついに支配下登録されたということで、改めてその特徴すごさをまとめてます。ぜひ最後までご覧ください。またこのチャンネルの登録まだの方はチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは内容に参りましょう。さあ、ではカープにですね、楽しみなニュースが飛び込んできました。育成ドラフト2ルーキーの佐藤選手が支配下登録されたということで、広島は7日育成ドラフト2位の佐藤圭介内野手と支配下選手契約を締結したことを発表したと。背番号は94に決まったということでですね、これまでですね、佐藤選手2軍で非常に素晴らしい数字を残していまして、いつ支配下登録されるのかというのがね、ファンの中でもあったんですけど、とうとう6月7日にですね、試合が登録されたということで、非常にね、おめでたいニュースとなりました。まあ、ここのね、数試合に限ってはですね、6月5日からですね、2軍でファーストで出場するというので、これはもしかしたら試合が登録されるんじゃないかなというね、噂はね、ちらほらあったんですけど、まさにその通りということで、ファーストで出場した3日目ね、7日の試合後ですかね、試合が登録が発表されたということになります。で、試合が登録にあたりまして、佐藤選手のコメントですけど、目標にしていた試合が選手になれて素直に嬉しい気持ちでいっぱいですが、ようやくスタートラインに立っただけです。さらに日々精進して一軍の舞台で活躍できるように頑張っていきますので、応援のほどよろしくお願いします、というコメントですね。いや、素晴らしいですね。まだこっからだぞというね、すごくいい気持ちの表れだなというふうに感じますし、まだまだね、これからレベルアップしてくれる楽しみな選手が試合が登録されたということになります。これでカープはですね、2年連続ですね、育成ドラフトルーキーがその年に試合が登録されるということで、去年は中村隆弘選手でしたが、今年は佐藤選手ということで、本当に素晴らしいですね。育成ドラフトですごい選手を見つけているということにもね、なると思いますので、中村隆弘選手もですけど、佐藤選手もですね、育成ドラフトからね、羽ばたいていくようなね、選手になってほしいなということで、またここからがスタートというふうになると思いますので、期待しています。で、この佐藤選手の試合下登録ということに、おきまして、カープの試合下枠が残り1枠ということになりましたので、これがどうなるかですね。この1枠に、可能性は少ないと思いますけど、新助っ人を取るのか、それとも、まだまだね、育成選手いますので、育成選手を、登録するのか、それともね、このまま空いたままにするか、トレードするかというね、選択肢いろいろあると思うんですけど、あと1枠なので、やられることも限られるということにはね、なるかなと思いますが、まずはね、佐藤選手の育成下登録おめでとうございますということで、佐藤選手の動画についてまとめていきます。さあ、ということで、改めてね、佐藤選手のね、特徴プロフィールをね、まとめています。出身地は愛知県で、182cm、95kg、右投げ、左打ちの選手です。経歴としては、中京大、中京高校から静岡大学に進学したということで、国立大学出身の選手です。で、大学時代はですね、大学通算10本塁打放っているということで、静岡大のゴジラというね、異名もありました。で、50メートル6秒0ということで、足の速さもね、魅力で、リーグ戦では21年の春に盗塁王も獲得しています。で、守備ですが、サード、セカンド、ファーストを守るというふうに、なってますが、守備がね、課題と言われてはいましたが、ウェスタンリーグではね、そんなにエラーもめちゃくちゃ多いとかいうわけでもないので、ここはね、成長しているポイントかなというふうには感じています。で、2軍で打撃が好調だったということで、本当にね、開幕してからずっとアピールしていまして、ようやく試合が登録を掴んだというね、形になってます。さあ、ではですね、試合から勝ち取ったという佐藤選手の、特徴と凄さをね、まとめています。こちらがですね、2軍での成績になってます。一番上がね、シンプルなウェスタンリーグでの成績。で、その下にですね、2軍でのね、成績の順位をね、まとめています。で、下が、早手の戦いを抜いた数字をね、一応載せています。それぞれ見ていきたいと思うんですけど、まずはですね、2軍公式戦ね、打率、
3割6分6厘。これはね、ウエスタンリーグでも1位ですし、まあ、出塁率、OPS 見てもね、リーグトップということで、まあ、本当にすごいですよね。大卒ルーキーの選手が、6月に入って2ヶ月ぐらいね、経ってもまだこのね、1位の数字を残しているということで、もうこれを見ただけでもね、試合が登録勝ち取って当然かなというふうにはね、思います。で、まあ、その他のね、素晴らしいのがアプローチかなというふうに思います。注目してほしいのが BBK という数字ですね。まあ、これ一つの三振するうちにどれだけフォアボールを選んだかというね、指標でして、まあ、これが大体選球眼の、ね、指標になるんですけど、これが今、0割9分2厘ということでですね、まあ、2軍、ウエスタンとイースタンね、合わせた数字で、まあ、規定達した選手の順位になるんですけど、まあ、その中でも8位というね、まあ、上から数えた方が早いというので、まあ、1年目って言ったらね、やっぱりプロの、すごい変化球とかに、まあ、手が出てね、やっぱりフォアボールが少なくて三振が、増えてしまう。で、まあ、逆に三振が少ない人はフォアボールも少ないよということで、この BBK がね、なかなか高くならないんですけど、もうすでにここまで高い数字を残しているというので、もう選球眼の良さっていうのが伝わるかなと思いますね。BB パーセント、これフォアボールを奪ったというパーセンテージ見ても、これもね、リーグの上位クラスになってますので、まあ、そこがやっぱりすごいところかと思いますし、まあ、やっぱりこれまでね、選球眼がいい選手っていうのはね、一軍でも成功しやすいというね、まあ、話もよくあります。まあ、カープで言うと、丸選手でしたり、まあ、鈴木誠也選手ね、といった選手は2軍でもこの BBK とかね、選球眼に関する数字が良かったということで、まあ、実際にそれがね、1軍でも現れて、素晴らしいバッターに育ったということもありますので、もう1年目のこの時期で、この数字残せてるっていうのはね、非常にポジティブな、数字になるかなと感じています。で、まあ、課題としては、まあ、長打力かなというところでですね、まあ、若干、長打がね、少ないかなというのはね、まあ、一つ感じるポイントではあるんですけど、まあ、ただね、まあ、ホームランを見ても、ここまで2本放っていますし、長打力は、ISO を見ても、まあ、1割超えているということでですね、まあ、これもまあ、順位的には、まあ、16位で、まあ、リーグの中間層あたりにはなるんですけど、まあ、このね、すでに、こういうふうに長打も十分打てているというのは、まあ、そんなにね、あるので、まあ、これから期待するという形でいいのかなというふうに思います。まあ、やっぱりちょっとゴロとかね、が多いので、まあ、それがだんだん上がる打球っていうのが増えてくればね、長打も増えてくるかなというふうには期待していますので、まあ、本人はもうね、そこは課題に思って長打増やそうと取り組んでるっていう二軍でのコメントもありましたので、まあ、ここはもう育ってくるんじゃないかなというふうに期待しています。で、また下のね、ハヤテ抜きの数字ですね。まあ、今年ちょっと早手が2軍に入ってきたばかりなので、まあ、そのおかげで数字が上がるかなというのもよく言われてるんですけど、まあ、その数字をね除いたとしてもね打率3割4分8厘ですし、まあ、OPS なんかも8割7分4厘あったりね、BBK も大して変わらないということで、まあ普通にプロの2軍相手にもねいい数字を残せているということがわかります。でここまでスタメン43試合あるんですけど15試合で複数安打2安打以上を放つということで、まあ、こういうふうに片目打ちの、ね、能力もありますね。まあ、約3試合に1回は、マルチ安打以上放っているので、まあ、そういった能力もあるかなと思います。であとは広角に、ね、打ち明けられるのもポイントですね。センターライト方向への打球というのが、ね、60% いっているということでですね、まあ、ただ引っ張った方向だけじゃなくてね、まあ、もちろん引っ張った方向にも多いんですけど、まあ、センターからレフト方向ですね、逆方向ですね、レフト方向への打球も多いよということで、まあ、こういうふうに広角に打てれるっていうのも、ね、非常に強みで、まあ、高監督もね、2軍コメントでそこは本当に強みと褒めていましたので、まあ、期待のポイントになってくるかなというふうに感じています。で、あと足の面で言うとね、まあ、盗塁はね、もう2軍で7個決めてはいるんですけど、まあ、ちょっと失敗も6回とね、多いんですね。まあ、なので、まあ、ちょっとここはね、まだまだ課題があるかなということで、ね、まあ、盗塁成功率はこれから磨いていくということになるかなと思いますが、まあ、やっぱり、総じてバッティングですよね。バッティングがまあ非常に素晴らしくて、アプローチもいい。で、まあ、内容を見ても、広角に打てているということで、もうすでにね、2軍の中でもトップクラスでしたので、まあ、試合化登録を勝ち取れたということになるんじゃないかなと考えられます。
では支配下登録勝ち取ったということで、まあ、1軍での、ね、起用法どうなるのかというのを、ね、まあ、考えてみましたが、まあ、早々に1軍デビュー濃厚かなというふうに、ね、予想しています、まあ、というのも来週6月11日からはですね、交流戦でビジターゲームということでですね、まあ、指名打者が入ってきますので、まあ、やっぱりそこをめがけて支配下登録したっていうのも一つあるんじゃないかなというふうに、まあ、予想しています、2軍では、ね、ここまでの成績を残していたら、まあ、やっぱり1軍で試したいなというのがあります、まあ、ただポジションがねセカンドということで、まあ、内軍のねセカンドは菊池選手もいますし、まあ、その次にも矢野選手だったり葉月選手がいるということでですね、まあ、なかなか順番が回ってこないという可能性もあります、まあ、ただこの指名打者というのがね、使えますので、まあ、このシーズンここまでこの指名打者にね葉月選手や宇草選手などね調子のいい若手を使っているということで、まあ、去年一昨年とかはね松山選手とかベテラン選手使うっていうのも多かったんですが、まあ、ここまで、まあ、まだ3試合ですけど葉月選手、宇草選手、小園選手に任せるというふうに若手のね調子いい選手を起用していますので、まあ、来週のこの交流戦ね、調子がいい若手ということで、まあ、佐藤選手を使うっていうのがね、まあ、十分考えられるかなというふうに感じています。でまたまずはやっぱ守備の負担もないところでというところで、まあ、守備ねあると、まあ、やっぱ内野であるとねやっぱりそっちを考えてバッティングに集中できないという可能性もあるので、やっぱ指名打者でまずはもうそのね、持ち味のバッティングを見たいということでですね、まあ、指名打者で使ってバッティングどれほど通用するか、見れるっていうのがねありますので、まあ、こういった交流戦指名打者での起用っていうのが、まあ一番のところにあるかなと感じてます。でまあ次はファーストとしての起用もあるかなということで、まあ、2軍では本当にここまで本当ね全試合セカンドだったんですけど、まあ、ここ3試合ファーストで出場したということで、まあ、急遽ですね、まあ、2軍のちょっと二遊間が足りなかったっていうのもあるかもしれないんですけど、まあ、それを抜きにしてもねここに来ていきなりファーストでの出場が続いていますので、まあ、ついにそういうファーストでの起用っていうのもね睨んでいるのかなと思いました。で高監督としては、まあ、菊池のね後釜として育てていきたいというコメントがあったのでセカンドとしてのねプランもあるのかなと思ったんですけど、まあ、今シーズン見るとね一軍のファーストがやっぱりまだね、固定できていないということでですね、まあ、今は本当に打てた選手がねすぐファースト使われるんじゃないかなというふうに思われますので、まあ、佐藤選手ファーストもね、まあ、昔守ったこともあるようですし、まあ、ここ3試合も特に、無難に守れていたというような感じですので、まあ、とにかく打てれば本当にファーストで起用されるかなということが考えられますので、まあ、指名打者としてまずはね、来週起用されてですね、まあ、そこで本当にアピールできればねそのまま一軍帯同して、まあ、やっぱりセカンドでいきなりっていうのはねなかなか連携とかもね難しい面があると思うんですけど、ファーストね、ファーストであればまあなんとか守れそうかなということで、まあ、おそらくその試験も兼ねてね2軍で使ったんじゃないかなというのもあるんですけど、まあ、そこで、ファーストでの出場っていうのがね十分考えられるかなというふうに思うので、まあ、まずやっぱり来週から1軍に上がると本当に予想されますので、そこのね指名打者で、結果を残せるかどうかですね、まあ、いきなりファーストで使われるという可能性もなきにしもあらずではあるんですけど、まあ、なのでどういうくらいね結果を残せるかということで、まあ、本当1軍のねピッチャー相手に、どれまで対応できるか、これが今本当首脳陣とかにもね期待されているところだと思いますので、1軍の早々デビューっていうのは、まあ、濃厚だと信じていますので、まあ、本当にね2軍で素晴らしいもうトップレベルの数字残してますので、まあ、通用するというのを見せてもらって、まあ、あわよくばそのまま1軍帯同をね掴み取って戦力になってほしいなと思いますので、まあ、佐藤選手のねまずは支配下登録おめでとうございますというところと、まあ、これからね1軍での戦いに向けて戦力になってほしいということで、これからも要注目です。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回は支配下登録を勝ち取った佐藤選手についてまとめてみました。早く1軍で見たいと思いますので、佐藤選手が起用されることに期待しましょう。このチャンネルの登録まだの方はチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではカープの勝利を祈りまして、シャーカープ頑張れ。